ブランコで揺られることは骨半機関の機能強化、平行感覚の向上に役立つ平行感覚は、生体が運動している時や重力に対して傾いた状態にある時に、これを察知する働きである。平行近くとも呼ばれる。体がどちらを向いているか、どれくらい傾いているか、動いているかどうかといった情報は、運動能力のある生物においては重要である。 このような情報を受け取るのが平行感覚である。一般的に、これは体に働く加速度を受け取る形で得られ、それを受容する装置は一般に平行法と言われる。人の場合、内耳がその役割を持つ。左上が骨半器官右下が下を平行感覚は内耳の前提器で受容される前提感覚。 ベスティビューラーセンセーションと同義に考えられることが多いが、体の平衡には、前提感覚の他に、深部感覚や、皮膚感覚、またことに視覚が重要に作用する。前提系、形、色系、深部感覚系の3系統が有機的に働き、前庭眼反射回路、目運動反射回路、深部感覚運動系、自律神経系反射系が、脳幹、小脳、大脳。 床下部その他の感覚器官と連携することで平行感覚の機能が維持されると言われている。前提期には各加速度を受容する骨半器官と直線加速度を受容する球形脳、卵形脳がある。いずれも二重の脳構造を持ち、外側の脳は外リンパ、内側の脳は内リンパで満たされている。内リンパ脳には刺激を受けやすい受容器があり、受容細胞は 長期の下牛と同様に有毛細胞である。一時急進神,神経は内耳神経のうちの前提神経で、これが端、塩水の前提神経核に入り、ここからの出力は、脊髄、眼筋運動ニューロン、小脳、毛様体、視床大脳皮質、床下部へと複雑に分子するが、ほとんどが反射的調節に寄与する。 迷路を刺激して現れる反射を迷路反射と言い、前提眼反射、前提脊髄反射、前提自律神経反射がある。前提眼反射は、迷路刺激による眼神として現れ、前提脊髄反射は、迷路刺激によって現れる太平洋光の異常を言う。また前提自律神経反射は、迷路刺激によって現れる自律神経反射であり、めまい感、悪心、嘔吐を含む。 乗り物酔いなどの同様病は前提から死下部への角の信号により自律神経系に異常をきたすため起こるものとされる。前提眼反射、編集前提刺激によって起こる眼球運動系の反射が前提眼反射である。代表的なものとして眼神、回転刺激などにより現れる回旋性眼神がある。現れる眼球浸透の感受小速度は 入力する刺激の大きさに相関する。この反射炉は前提感覚器より前提神経、前提神経核を経由して内側重足毛様体を通り眼球運動核に至る経路が最も代表的である。平行機能障害は反射系と中枢系の連携障害、対平行系の異常によって起こる現象で原因を対別すれば内耳を含めた 末梢神経系の障害と、中枢神経系の障害とがある。末梢前提系の病態による障害では、急性に発症する場合と、緩やかに発症する場合とで病態が異なる。急性期の発症では反復性のめまいとと,ともに、方向一定性眼神、自症状を伴う。遠い変化が大きく影響し、嘔吐が見られることがある。主に内耳障害、メニエール病、自己下症、 突発性難聴などがある。比較的緩やかに進行する場合には、中枢性の代償によりめまい感、眼神は少ない。急性に発症する病態については、空間式失調を参照一方、中枢神経系の病態により発症する、平行機能障害は、中止方向性眼神や他の神経症状を伴う。主に小脳や脳幹など、 太平行に関係する部分の異常による循環障害、変性疾患、腫瘍などがある。中枢系の病態に認められるめまいは軽症ではあるが持続性である。平行機能検査は太平行の機能検査に用いられるもので、主なものに眼神を含む眼球運動の検査と身体同様の検査がある。眼神の検査は自発眼神スポンテーニアスネスタグマスの検査及び 誘発眼神、インドスとネスタグマスの検査に分けられ、肉眼観察やフレンツェル眼鏡での観察、目神経による記録、コンピュータによる詳細分析が行われる。誘発眼神の検査法には、迷路刺激により誘発される迷路刺激眼神に対する前提刺激検査法として、主に温度眼神検査や回転眼神検査がある。 他に直流通電の刺激によって誘発される眼神を検査するものもある。また視覚刺激により誘発される眼神や眼球運動の検査法として、視運動性眼神検査や指標追跡検査などがある。眼神急速症の速度以上などは、肉眼観察や、目神経では十分な検査ができないため、コンピュータ解析による検査を行う。 一方、太平行に関する機能検査では主に重心、同様の変化を調べ、重心同様の変化をグラフに記録するほか、コンピュータ解析により重心同様の周波数特性や、一定時間内での早期積長などの検査が行われる。温度眼心検査、編集温度眼心検査では、境外で頭部を30度挙状、温水、冷水を外耳道に注入する。 体温より低い温度で刺激された場合には、眼神急速症が体側を向き、体温より高い温度で刺激された場合には、眼神急速症が同速を向く。温度眼神検査の臨床的意義は、1、側迷路の機能を個々に判定し、1側の半器官機能低下を検出できることである。この検査法は、外側半器官の機能を検査するもので、前半器官や、 後半期間の機能検査ではないが、これにより外側半期間における前提機能異常の有無を代表させることが多い。別名カローリック検査という、回転眼神検査、編集回転試験、クプロメトリーとも言う、迷路に回転刺激を与えて眼神を誘発し、前提系の異常の有無を検査する方法である。回転眼神検査においては、回転中眼神は、 回転方向に眼神が現れるが、回転後眼神は回転方向と反対の方向に眼神が現れる。検査法は材で頭位を前屈し、外側半期間を水平にして左右への回転を行う。それにより内リンパ流を発症させて、外側半期間のクープラを変異させると、その信号が中枢前提形で変換され、眼神として出現する。回転方法として、 旧来のバラニー回転法では、20秒間10、回転と180度、秒の速度で回転し、急停止後に、眼震の持続時間を左右比較する。他に等速度回転後に停止させる方法、クプロメトル方式、コンピュータでの詳細分析などがある。回転眼神検査では一側の前提機能を個々に、検査し、代償過程の検討に有効である。遠い眼神検査。 編集遠い変化により現れる眼神の検査法である。一般に眼神は中止により抑制されるため、中止眼神を誘発するなどの場合を除き、多くは非中止下で検査される。遠い眼神検査では遠いを感情に変化させ、磁石刺激により現れる眼神を検査する。また遠い変換眼神検査では、急激に遠いを変化させ、 半気管刺激により現れる眼神を検査する。指標追跡検査、編集指標追跡検査は正面を移動する指標を目で追わせる検査法である。肉眼観察と目神経による記録があり、近年は目神経による記録の分析が行われる。主な刺激方法として水平方向、垂直方向への刺激がある。 正常な場合には円滑な眼球運動が観察されるが、小脳や脳幹などに障害がある場合には、追跡眼球運動が円滑に行われないことが多い。重心動揺経験者、編集直立姿勢では常にわずかな動揺を繰り返しながら動的平行が維持される。重心形はこの動揺を体重心の移動として前後左右上下の各方向から計測し、 モーメント、もしくは移動距離として出力、記録するが、データ処理装置を使用すると、より正確な結果が得られる。平行機能は規律制御、平行維持に働く、各受容器、中枢神経系の機能などに左右されるため、平行機能障害、メニエール病、難聴などの目前検査、脳腫瘍、転換の検査、直立能力測定などに用いられる。 重心動揺検査は、検出台に直立した被検者の身体動揺を床反力の変化として捉えるもので、XY 記録形などの重心動揺形により、海岸状態、平岸状態における重心動揺の変化を記録する。以前は波形の定性的な観察が行われていたが、近年はコンピュータによる周波数分析、早期積調、 同様速度などの定量的分析が行われる。南山道医学大辞典南山道2006年3月10日発行 ISBN 978から4から525010294ありがとうございます。